こんばんは、上目遣い中の元男の子の青木かのんです。やっぱすごい気になるのが、私このリップの色にしてからなんか化粧した時だけ歯黄色くないみたいな。これあれですよ、私歯毎月クリーニングしに歯医者さん行ってますからね。なんか汚いはずがないんですよ。でもね、逆にそのすっぴんになった時私歯真っ白に見えるの。このリップがダメなのかな。私最近買ったんですけども、これをつけた瞬間に歯黄色く見えるんですよ。ちょっと目安的に真っ白な iPhone ね。僕、いや私こんな、これあれか、こんだけ白くギラギラしてたらさ、これ清原選手になっちゃうね。清原から多分あの歯の色に関しては、うん、色の錯覚だと思ってください。なので私歯汚くないんでお願いしますよ、マジで。ということで早速本題に行きたいと思うんですけども、私めちゃくちゃ不安なんですよ。彼氏と付き合ってて不安なんです。どういった部分が不安かっていうと、彼氏のあたるくんってよくも悪くもプライド高いから、私の目の前で弱みを見せないし、責任感強いし、すごい私を優先してくれるんです。すごいいい彼氏なんですけども、変に私気使わせてないかなみたいな、たまに不安になるの。だからさ、これをなんか渡ると一対一いる時に聞くのもどうかなと思うんですよ。むしろ私は渡るとすごいコミュニケーション取れてると思うんで、わざわざこんなことを再確認することをして渡るくんになんだろう不信がらせても嫌だし、ここで考えたのが、私のいつも裏方で働いてくれている肉団子さん。肉団子さん男性なんですけども、渡るとも最近ちょこちょこ発言の時に会ったりしてるんで、なんかもしよければ肉団子さんと渡るが二人きりになった時にちょっと隠しカメラを置いて渡るに聞き込み調査してくれませんかみたいなことを私は言ったんですね。でこの前撮ってくれたんですよ。渡るに私が聞きたいことを事前にですね、肉団子さんに、まあ、ニュアンスで伝えたんですよ。私が質問を指定して肉団子さんに伝えちゃうと、多分偏った質問内容になっちゃうから、その肉団子さんに私が伝えたのは、多分世の中のその男性が思ってるであろうことを肉団子さんなりに私からもらったニュアンスをこううまくミックスしてもらって、肉団子さんの感覚で渡るに質問してくださいって伝えてるので、まあ、なんとなくこんな質問するんだろうなっていうのは分かってるんですけども、まだ私もそのVTR 見てないんで、どんな質問してるかは全部はっきり分かんないんで、めちゃくちゃ楽しみです。なので今からですね、あの肉団子さんから届いた渡るの VTR を一緒に見ていきましょう。どんな質問してんだろう。変な質問してないかな、怖いんですけども。いきます。再生。最近仕事どうしてる、してるしてる。これは楽しくやってますよ。今はもう一緒に仕事して、どのぐらいだと参加する。この端っこのゴミを、ゴミが映ってんじゃん。ゴミとかスプレーか。大ですね。怒涛でしたね。なんかあっという間にって感じでした。忙しすぎちゃう。カメラどこに置いてるか。そういう時もありますけど、あっちこっちに動く仕事じゃないですか。撮影に行ったり、なんだろうとかやるんで。この辺に関して多分やってるんで、多分時間が経った方が早いなと。体の時間のサイクルも変わりましたしね。生活習慣、もちろん収入面も変わりましたし、ちょっと安定はまだあれですけど、僕自身の方がまだ安定してないですけど、でも楽しくやってます。それしますね、はい。ちょっと素朴な疑問があるんですけど、そうですか。カノンさんとお付き合いされてるじゃないですか。カノンさんの方がこの一般のサラリーマンの方よりちょっと収入が高い状態じゃないですか。あ、お金、お金に関しては、はいはい、それってどうなんですか。私こういう質問してって肉団子さんに一切言ってないですからね。いきなりお金の話、一応言っときますよ。私そういう質問してって言ってません。ちょっと聞いていきましょう。渡辺さん的に、渡辺さんが低いかどうか分からないですけど、多分一般のサラリーマンの方よりも収入が高いんで、多分多いと思われるんですよ。どうです、困惑してるじゃん。それより給料の多い恋人って僕経験したことがないんですよ。それは質問なんですか。質問っていうか、なんか素朴に思うんですよ。あ、ふと思ったことを言ってる。そう、僕自身がそういう経験がないんです。僕よりお金を持ってる方と付き合ってるってことがないので。これ真剣にっす。真剣にっす。割と、はい、普通に初対面で聞いてます。でもあれなんですよね、もう多分付き合って1年以上経っていて、そういう質問って定期的に来るんですよ。とか言われることもありました。はいはいはい。だけどそもそもなんて言うんだろうな、一番最初のその入り口の部分って見たこと別にどうでもいいですよ、はい、見てもないですし、もう本当にこう長く付き合ってきた時間の中でこう気持ちが思ったんで付き合ってるんで、言い方悪いですけど、収入多い彼女どう思いますかって言われて、その答えが全然合わなくて、何なんだろう、それってなんて答えたら正解なんですか。なんか正解っていうよりかはですね、ご飯とか食べ行ったとかの時にこう、はい、お会計とかあるじゃないですか。こういうのとかはどうされてるんですか。渡さんが払うのか、それともカノンさんが払うのか、折半とか。そうするとやっぱり男ってなんかね、自分が払ってやりたい立場じゃないですか。
これね、私たちの中でルールを決めてて、その大体割り勘で払ってるんですけども、なんかよく見ると端数わたるくんが毎回払ってくれてるの。私はいや、それはあの良くないから1円単位でもちゃんと割り勘しようみたいな感じで、あの LINE Pay で割り勘みたいなことやってるんですけども、だからそういった部分でわたるくんってなんかなんだろう、責任感みたいな感じちゃってんのかなみたいな。わかります、私ももともと男性だったから、なんとなく男の人の気持ちがわかるから余計そう感じちゃってるかもしれないですけども、じゃあちょっと早速続き見ていきましょう。彼女には出させないみたいなのがあると思うんですけど、その辺多分彼女さんの方が持ってた、彼女がやべえ私が払うよみたいになったりするのかな。基本的には、まあ、多めに出したりしてます。そう、なんか確かに収入の面で言うと勝ってはないだろうなって分かってるんですけど、うん、僕のなんか両親がずっとそうなんですよね。小さい頃から見てきて、支払いの部分ってやっぱりその男性が多めに払う、もしくは全て払うっていうところを、あの物心つく時から見てるんで、それがなんか僕の中で結構当たり前になっちゃってるんですよ。なんで基本的には多めに出すようにしてます。甘えはしないんですね、彼女に全部出してくれるからっていう考えはない。いや絶対嫌です。それはもうプライドがいい。そうほら、自分の誕生日とか、はい、何かを達成した時にこうわーって言うんだったらありがとうみたいになれるんですけど、はい、そういう時はだから全力は出して邪念があるんで、邪念それが邪魔してそういう気持ちになる。邪念的なのが基本的にないです。例えばじゃあ今日出してもらったから食器洗う風呂洗うとか、結構バランスすごい重要だと思ってる。ああ、そういうことですね。だから本当にお金持ってる人に疑って、いやお金持ってるからいいじゃんとか、絶対の最初はサラリーマンやってる時に先輩がよく出してくださってたんですけど、それも断ったんですよ途中で。結局僕とご飯行った時にお金出さなきゃいけないじゃないですか、先輩誘いづらくなるんですよ。ってなった時に僕その関係値すごい嫌だから、いつも言うんですよ。この前わたるくんのホワイトで一緒に焼肉行ったんですよ。で私がお金払うよって言った時に、いやでもこれが毎回続いたら次からさ切りなくなっちゃうから、そういうのはやめないみたいな、そういうのはもう誕生日とかに してもらえるればいいから、複雑な気持ちになるのはすごいわかるし、だから渡るそこを気使ってくれてるんですかね。本当に割り勘でいいんで、ご飯の回数増やしましょうとか、配当で。そうですそうです、ですね、はい、すごいですね。なんか甘えたくなるような感じですけどね、なんかところが寂しくなったらちょっとね、ちょっと貸してとか。あんま物欲ないんすよあ、そもそもそういうのがないから、そんな別にお金を必要ないわけじゃないですけど、最低限お金があればいいって感じですか、うん、で正直今も彼女さんがいくらもらってるとか、そんなもん全然全然来ないですよ。あ、もう興味もなくて、興味もないです。多分聞いたことないっすよ。生活というかお金が大事な部分もある。そう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 、の生活に結構満足している部分もあるんで、もっとお金欲しいみたいな、なんか仕事がめちゃくちゃ出るようになって、それに見合ってお金来るってなったら、まあとか、どういうことなんですか。すごいですね。でもカモさんって今付き合ってるじゃないですか。大学くらいからのお知り合いでしたっけ。大学2年生ぐらいかな。大学2年生の時はまだ男性。そうですね、まだ高校の時です。高校からの知り合いで付き合って今1年ぐらいですよね。そうです、1年7ヶ月とこの間、空き巣に入られて、お店で焼き肉でしたっけ。あの時なんか、こう、最後、エンディングの方に行ったら、焼けてますけど、本当に過ごしくしっかりしててとか、言ってたじゃないですか。あなたに本当に感謝してます、みたいな。言ってたじゃないですか。それはまあ、多分、渡辺さんの本当の気持ちだと思うんですけど、逆って何ですか。これだけはちょっとやめてくれんかな、みたいなことないです。いい話は動画でよくいっぱい拝見するんですよ。これだけはやめてくださいよ、みたいなことあります。と思いつくのがないんですけど、まあなんか結構無理してるってことがあるんですよ。YouTuber なんで、いい動画を提供したいベースにあるじゃないですか。そのために何をしなきゃいけないってことを考えて、それの準備とかっていうのを全部こう一人でやろうとしたりとか、はい、前とか知ってます？実はなんか重い機材とかも全部リュック入れて一人で担いで移動したりとか、はい、あとそれにこう対する準備とかも全部やってるんですよ一人で。だからこうなんかいい動画を撮りたい欲求に駆られて、そこに比例して負担がこう増加していくっていうところが、なんか今後長期的に続くと肩壊すんじゃないかな、心配かな。ただ普通のあれじゃないですか、普通のって言ったら偏見になっちゃいますけど、サラリーマンとかフレームと違うじゃないですか、働き方が。だから僕分かんないんですよ、それがどんだけ負荷なのかとか、どんだけ辛いっていうのが分からないんで、どこかでちゃんと抑止しないとっていうのもあります。肉体的精神的に、まあ、無理しないでほしいなっていうのがあります。じゃああれですか、渡るさん自身はこのカノンさんと付き合っててちょっと嫌だなと思ったことがないってことですか。いや、ゼロとは言わないですよ。それは人間こう、完璧じゃないんで。そうですね、そうですね。なんか、それありますか、ね、掘り出そうとしてるんじゃないですか。僕は、場所を問わず、高い声で、多分、聞かれたことありますよね。あります、あります。ってやつ。あれをやめてほしいっすね。どこでもやるんですよ。別に家中だったら全然もう500回でも1億回でもやってるんですよ。外で、いきなりやるとすれ違った人が、家で草の子出てくるから出てくる。外で言わないように。言わないように。
でもそういう彼女さんとお付き合ってる喧嘩とかもないんです？ないです。あ、ない。気使わないんで、なんかまず否定から入らないんですよ、話に対して。気使って話聞いてでいいわけでしょ、もう一緒に決めるみたいな感じなんですよ。例えばそれがご飯でもそうだし、何かどっかで遊び行くのもそうなんですよ、うん、全部そうです。でもとりあえず聞いて話し合ってっていうことですね。それが多分長く一緒に仲良くいる別のポイントだと思います、僕は。学者さんみたいですね。仕事しててもそうっす。みんなだって超大げさなこと言いますけど、お母さん違うじゃないですか、育った環境も違うんですよ、はい、その価値観違うんで 10% 合わせたらいないです。いや、もうもちろんのことですけど、別れたいとか思ったこともないですか？ないっすね。でも別れたいと思ったことはないんですけど、僕の中で付き合う上でなんかすごい大切にしてることが3つあって、一つが自分の家族を大切にしてる、一つが自立してる、で最後に愚痴を吐き出せる友人がいる。この3つがあって、いずれかに対して傷つけたりとか、はい、理解してたら僕はもう、嫌になっちゃうかもしれないです。例えば今後ですよ、一緒に親戚とか正月集まるんです、その時にそこら辺なんかこうディスったりとか、そういう行動が見られたら結構寂しいんです。それがすげえ大事なんですよ、付き合う上で。生まれたきっかけって母親がいて、でその母親が生まれたきっかけはつってなんかバーッと繋がってるんです。はい、繋がってますね。そういう人なしにいないんで。じゃあ、あれか、タモさんはこれからも仲良くやっていけるってことですね。そうそう、タモさんは昔からの知り合いだったので、いろいろと撮影やったり YouTube やったりっていうふうにやってたんで、で、彼氏が来たっていう話だったので、うん、気になってました。はい、ということで、ありがとうございました。来たけど来てましたので、よかったです、スッキリしました。いや、スッキリされたんじゃないですか、カノさんの方は。まさかカノさんは、あの、実はちょっとこれ、カノンさんからお願いされてまして、隠しカメラで撮らせていただいておりました。隠しカメラですか？はい。本当貴重なインタビューをさせていただいてありがとうございます。マジっすか？はい。多分、カノンさんは後で見られると思います。あ、それですか？ここにちょっとファンなんですけど。大丈夫ですか？これあれですか、動画に使うんですか？どうしよう。でもそこは私じゃないので、カノンさんの方が全てお決めになるので。お決めになる。お決めになる。話してる体勢とか僕悪かったじゃないですか。こんなんとか、多分こんなんとか、めっちゃ楽しい。いいっす。角渡るさんをちょっと。え、じゃあ、あれですか、化粧品買ってるの？そうですか。化粧品を買いに行ってます。行ってますけども、この手はもう仕組まれてました。なんかカフェに行ってました。ですから、カノンさんから、あ、そうだ、みたいな。あれ、おかしいな。ドッキリかける側なんだけど。ちょっとドッキリかけられちゃった方です。僕はちょっとうまいことこうインタビューをして、カノンさんのことを本当はどう思ってるのかっていうのをちょっとやったんですけど、やっぱいいっすね、こういう話すのも。いつも二人でこうやりとりしてる。あ、そうですね、確かに。肉団子さんが参加してくれて、カノンさんから指示で頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございました。急態度が違うんで、態度が。ありがとうございました。どうしてくれんですか。泣き顔になってそれをサムエにしようと思ったのに、普段の渡るくんと肉団子さんの目の前に渡るくん全く変わりませんでした。どこまでが渡るくんが本当の渡るくんなの。でも一つ言えるのはすごい安心しました。渡るくんってなんだろう、現実思考なのだなとすごい現実思考なので、なんか分かりやすくて私は良かったなと思いました。あんまりこう深く考えすぎていろんなところに枝分かれするっていう感じじゃない人なんだなっていうのは、なんかこの動画を見てもっと渡るくんの生態を知ることができました。いやー、私ちょっとサムネで泣き顔で釣りたかった、泣きたかった。でも感動的な話ってよりかはもう安心が勝ってしまってっていう感じで、今日はですね、渡るくんにいろいろと聞き込みをするというモニタリング動画でございました。肉団子さん、ありがとうございます。はい、ということで今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、あと LINE 公式アカウントもありますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。あと、渡るくんも LINE で動画投稿してますので、そちらもぜひリンクをチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。